こんにちは1月19日火曜日リビングライフの時間です今日私たちに与えられた聖書箇所はマタイの福音書4章12節から25節テーマは光である主の召し完全に従う従順今日も神様からの恵みと語りかけを一緒に受け取りましょう マタイの福音書4章12節から25節イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれたそしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれたこれは 預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったゼブルンの地とナフタリの地海沿いの道ヨルダンの川向こう異邦人のガリラや闇の中に住んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇るこの時から イエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは 彼らに言われた私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげよう彼らはすぐに網を捨ててイエスに従ったイエスはそこから進んでいき別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で 網を繕っているのを見ると二人をお呼びになった彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従ったイエスはガリラヤ全域を巡って街道で教え三国の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病あらゆる患いを癒されたイエスの評判は「 シリア全域に広まったそれで人々はさまざまな病や痛みに苦しむ人悪霊につかれた人転換の人中部の人など病人たちを皆身元に連れてきたイエスは彼らを癒されたこうして大勢の群衆がガリラやデカポリスエルサレムユダヤ およびヨルダンの川向こうから来てイエスに従ったアラノでのサタンの試みを受けた後イエス様はいわゆる交渉外をスタートされました12節イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれたとあります ヨヨハハネネととはもちろんバプテスマのヨハネのことです彼がヘロデ・アンペテパスによって捕らえられそしてその後首が離れたられたことは皆さんもご承知でしょう。その後イエス様はガリラヤに退かれました。これは逃げたのではありません。そこを立ち去って交渉会の準備に入られたという意味です。 そしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウミに来て住まわれたとあります。生まれ育ったナザレを離れてゼブルン族とナフタリ族が住んでいた地方そこは違法人の影響を強く受けたガリラヤの中心地で ありましたこの「異邦人の地」と言われるカペナウマからガレラヤ地方からイエス様が交渉外をスタートされたということにはとても大きな,意味がありますなぜならこれは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったからです。 書の9章の1節2節のの節節節節引用がこの15節と16節にあります『ゼブルンの地とナフタリの地海沿いの道ヨルダンの川向こうに違法人のガリラや闇の中に住んでいた民は大きな光を見る死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る』という予言に 基づいてイエス様がこのゼブルンとナフタリの地異邦人のガリラヤからご奉仕をスタートさせました光を見る最初の地として予言されたのがこの北イスラエルの滅亡後16節に書かれているように闇と死にあったこの ガリラヤそしてアッシリア侵攻後違法人化していったこのガリラヤここから真の補修が開始されるあ補修から解放されるイスラエルの回復に向かっていくということの予言の成就がスタートするのです。17節に「この時から」とあります。 イエス様がカペナウムに移住した。その時から。イエス様は宣教を開始し、その第一声が悔い。改めなさい。天の御国が近いづいたから。でした。このメッセージは3章の2節にあるバプテスマのヨハネのメッセージと全く同じです。バプテスマのヨハネは？ ここの天のの天国が近づいいたということうを示すだけの役割でしたでもイエス様ご自身が地上に来られたことによってこの天の御国がまさに近づいたのです。そしてイエス様はその第一声を発したあと何をされたのかというと弟子を召されました。 18節イエスはガリラヤコのほとりを歩いておられた時2人の兄弟後にペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのにをご覧になった彼らは漁師であったイエスは彼らに言われた私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげよう飛んで21節イエスはそこから進んで行き別の2人の兄弟ゼベダイの子ヤコブと その兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を作くろうっているのを見ると二人をお呼びになったとありますイエス様は四人の人に自分の弟子となるように声をかけました彼らはどんな人だったか紹介としてあるのは漁師であったということです ただの漁師です立法を忠実に守っているとか神様を熱心に信じるとかいう紹介は全くありませんただ漁師であって湖で網を打っていたもう一組は網を作っていたまさに自分の仕事を一生懸命している最中でした。 この2人2人の4人にイエス様は声をかけられました。両親というところから想像できるように彼らは学もなく身分も低い人たちでした。多くのことを知らないそして持っていない人たち。このイエス様の呼びかけに この人たちはどう答えたかというと20節彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った22節彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従ったとありますイエス様が癒しをなど具体的な働きをする前にもかかわらずこの4人はすぐに船 仕事ですね父親家族すなわち生活そのもの人生そのものを捨ててイエス様のについていく決心をしましたそしてイエス様の働きがこの4人を連れてスタートしますイエス様の働きの内容は3つでした「街道で教え無国の福音を述べ伝え民の中への あらゆる病、あらゆる災いを癒されました。まず弱者から始められたのです。そしてその評判がガリラヤからシリア全域に口コミで広まっていき、そこで人々は様々な病や痛みに苦しむ人、悪霊にかれた人、転換の人、中風の人など病人たちをな 身元に連れてきたイエスは彼らを癒されたとあります福音は問題を持つ民衆に最初に届けられたのですそしてイエス様の働きを見た見聞きした人たちが多くイエス様に従ったとありますあなたはもし今イエス様からペテロたちのように すべてを捨てて私に従ってきなさいと言われたらどうしますかイエス様はいつどんな時にあなたに声をかけるか。 わかりませんあなたが主を愛するクリスチャンであるならば誰にでもいつでもその可能性はあります私には特別に何もないです私は賜物がないです経験がないですまあ、いろんなことを理由にイエス様の呼びかけを断る方がいることを聞いていますし もちろん私も最初はそのようにお断りしましまた私がこのコーリングイエス様の呼びかけをいただいた時私は金融機関の仕事に就いていましたまさに宝刀娘の時代を終えもう罪と戦うのに疲れ果てこれからの人生どうやって 本当に罪打ち勝ち続けながら生活することができるんだろうか本当にその戦いの中にいた最中でした神様私を肉体を打つという方法をとって私を罪から離れさせてくださいましたその時に私はイエス様にこうお祈りしたんですねこの罪から 作ってくださったら、イエス様は何でもしますと祈ってしまったんです。そしてイエス様私に私に従ってくるかと声をかけてくださいました。まあそのような経緯がありましたので、私も割とすぐにはいとイエス様にお返事をしました。で退職届を本当に急いで出して。 その時支店長がうちにまで来て両親に娘さんが辞めないように説得してくださいなどもったいない言葉を言ってくださったんですが後で聞いたことには私がそのタイミングで仕事を辞めて進学校に入るための準備に入るようにと祈ってくれた先輩がいたことを後に聞きました。まあ 牧師になななるかならないからいは別として私たちイエス様の光をいただいた者たち一人一人にイエス様と一緒に闇に光を届ける尊い光栄なお仕事が務めが与えられています。もし名前を呼ばれていると感じるなら今すぐその場所で しし従いましょうあなたにとってそれは今の仕事を辞めて進学校に行くことかもしれませんし今いる場所で心新たにイエス様の弟子としてまたイエ,ス様に光イエス様の光を届けるものとしてこの場所に置かれたんだという自覚に立って新しい決意をするかそれぞれ主に聞いてみましょう。 お祈りします。愛する主よありがとうございます。まずあなたご自身が光として私たちのところに来てくださったことをありがとうございます。そしてただの人である私たち一人一人にあなたは声をかけてくださり、救いを与え、恵みを与え、賜物を与えて、そのいる場所において、 あなたの光を届ける存在として置いてくださっていることをありがとうございますどうぞ今あなたが置いてくださる場所を尊い場所と根積もってあなたに従い光を届ける存在として生かしてください感謝をして愛するイエス様の名前によってお祈りしますアーメン